はい、今日はですね、単発動画なんですけれども、麻雀をやってみようと思います。麻雀ね、全然知らないんですけど、遊び方が。でも遊び方知らない状態でもできるんじゃないかなと思ってやってみよう。スキップスキップ。よし、 CPU の強さはまあ普通でね。赤ドラ？赤ドラ？赤ドラはありでしょ、やはり。デザインパイデザイン、ユニバーサル版？いや、いじるべからず。遊び方なんて見なくてもいいんだよ。え？東風戦？東南戦？やべえ。リーチを覚えよう。東風戦でしょ。よし、頑張るぞー。私が4番目か。あ？お。え？とりあえず、チーかキャンセルか選べるわ。ここは、ここは、チー。え？今私がチー押したら、あれ？今私が置いた？あそこの真ん中の7、8、9。なんて書いてあるんだろう。なんで横に置いたのかな？なんで縦じゃなく横に置いたのかな？いや、多分これは、捨てるものを要求されてる気がする。何捨てようかな。同じような絵柄を多分揃えればいいんだ。なんでこの6なんちゃらは捨てられないんだろう。じゃあこれかな？よくわかんねえし。よし。ポン！ポン！なんでまた私の番？ん？なんか揃ってる気がする。私が有利なのでは？泣き確認オフ。おすすめオン。おすすめ？あ、まずい。あーまずい。覚えてしまう。麻雀を。いや、待て待て。じゃあこの可愛い鳥さんとか出しとくか。む。ん？多分、これが今新しくもらったやつ。で、これを捨てるか残すかを問われている気がします。でも、東北、中、いらん。ポンされる。いつポンされるんだろうか。いらん。いいタイミングでポンされるんだろうか。あ、いらん。多分これはいらん。あの縦の模様のやつはいらんことにしとこう。これは、これ数え方がわかんねえもんな。 8？ でも緑と青と赤が、色もか？やばい、見えない。疲れ目で。黒が青と緑に見えてるかもしれないけど。いや、多分これ緑だよな。でもなぁ、ここになんか似たような柄があるから、チューを捨てるぜ、俺は。でも一向にみんな動かないな。なんで私の前にだけこの、あれがあるんだろう、この右の人たち。多分これはきっと役ができてるっていう話なんだ。あ、1なんとかだ。1なんとかが揃ってる。じゃあ1なんとかで揃えていけばいいんじゃないかな。俺は1なんとかで揃えるから、この6なんとかはいらないぜ。無地のやつもあるんだな。え？亀書かれてる。これ言う？これ何と仲間なのか全然わかんねえな。
あの鳥と一緒かな？いや、亀は亀でしかないのかな？鳥も捨てたから亀も捨てよう。鳥、クジャク。めっちゃ強そう。そういう問題じゃないんだろうけど。めっちゃ強そうなの来た。あ、なんか緑と赤と青が基本色なのかな？でも黒でこれ書かれてるよね。あれじゃない？私が思うに、これって多分ポーカーとかと一緒でさ、数字を揃えるタイプと色を揃えるタイプがあるんだ、きっと。そうかな？いらんいらん。強そうだけど、これは、これで。なにこれ、薄茶けてるんだけど。茶番でるんだけど、これ。ちょっと、日光に当たる場所に置いといたんでしょう。これレアってこと？レアってことじゃない？じゃあ、東北を崩そう。きっとレアよ、あれは。ああ、帰ってきた。北が。みんな、地位できる地位。俺は地位をするぜ。でも同じので揃えるタイプと、似たような、七八九で揃えるタイプと、でもこの真ん中のは捨てられない。なぜ？いや、一、この一なんとかでは揃わないのでは？もしかして。場に出ているやつを見よう。全部で三つしかないかもしれない、一なんとかは。あそこに捨てられているから。いやでも、拾うっていう表示出なかった。一なんとかは、心を鬼にして捨てよう。みんなはどうして何も動きがないわけ？二シャンテン。ぽい。みんなは一体何を企んで？まさか出すの早かったとか？みんなはなんか、よく見る、なんか漫画とかで意味はわからないけど、こう、ずらっと並べたのバンって倒して、国士無双みたいなの見る。それをやる気なの？みんなは。私がちょっと、フライングしたってこと？で、これなんだよ。4かと思いきや真ん中に的がある。黄ばんでるし。茶ばんでるし、黄ばんでるし。黄ばみで揃えろっていうことを？黄ばみで揃えるか。そしたら俺は。黄ばみ国士無双。黄ばんでる？でも黄ばんでるやつみんな持ってなくない？捨ててなくない？捨てるべきではない。黄ばんでるものは捨てるべきではない。これじゃあいらないか。黄ばんでないし。一体何が？ああ、強そうだけど、この棒とはちょっと縁がない。今回はご縁がなかったということで。あ、7、6、1だけど、どう？7、8、9がもうあるからダメ？これは階段、ストレートフラッシュじゃなくて、あれを狙えるんじゃないか。1いらんかな、そしたら。ロン？何が？ 2、3、4、6、7、M、2、3、4、4、超わかんねえ。南家。単八尾中、一昼返し。ドラ、一昼返しで、40分二昼返しで2600点？で、私が4位なの？どうして？あ、3位。あずま家。今のはあずま家から取られたんだ。なるほど。いずれ、我が北家からも取られるというわけね。なんかさっきのなんかよくわかんなかったけど、地位とかしない方がいいんじゃない？もしかして。
なんか場に出て行ってしまっては困るのでは場に出て行ってしまっては困るし、何にも書いてないやつはいらないのでは、俺の推理だと。とりあえず何にも書いてないやつ捨てよ。いらんだろ。ほらみんな捨ててるし。で、あれを拾ったら地位できるんだけど、地位をすると何かよからぬことが起きてるのでは？ここはキャンセルよ。あ、M だ。これなんかさっきの人ロンの時持ってた。けど、パッと見っていうかこれは関係なかったんじゃないかなって思うんだよな。このマークとこのマークで何かが完成していただけであって、M はきっと関係なかった。でも、この前は見えなかった M、大事に取っておこう。え？ 4、 4はいるのでは？いらん？ 2,3,4,5 になるしね。え、でも 6,7 まで揃えるってことかな、そしたら。じゃあここは、これを捨てるか。とにかく、いや、ここはキャンセルよ。とにかく、似たようなやつとか、1,2,3,4,5 で揃えてみよう。あ ?2,3,4。いや、キャンセルよ。これなんだろう。これなんだろう。1でもない。ゼロかな、これ。もしかして。取っておいた方がいいかな？あ、待って。てか、この M ってもしかしてこれの仲間？え？このボーラの仲間？ここに入ってるってことは。こいつがいることによってきっと、こいつきっとジョーカー的な役割なんじゃない？間を取り持つ M なんじゃない？じゃあ、これはここを捨てておくか。9。いやー。一体何が？お、なんだ？ 2?2 はあるから、いらん。あ、6、2、3、4、5、6来た。え、てかこれここにある？あいつらの仲間じゃねえのか。え、何の仲間だこれ？あ、北とかの仲間かな。北とか東とかの仲間かな、もしかして。捨てておこう。てか私が捨てたやつとか他の人が捨てたやつみんな取んないじゃんね。一体どうなってるんだ？あ、M だ。M は取っておくべきか？ 2,3,4,5,6,8,9,7 が欲しいところなのか？俺は。いや、でも M は1個でいいんじゃないかな。あ？欲しいかな？あれ、ポンするべき？同じ柄はポンするべきか？じゃあ俺はポンだぜ。なんであっち行っちゃうんだろう、ポンしたら。で、私からになってしまう。捨てるってことか。2、3、4。M 捨てちゃう？でも1、2、3、4です。ここ揃ってるから。あとは、なんだろう。7が欲しいところなのかな、俺は。あ、え？嘘？なんで黄ばんでるんだろう。天杯。俺天杯。あ、待てよ。町ヒって出てる。町パイ？あ、なるほど。あ、2,3,4,5,6,7,8 って感じじゃなくって。はぁ、あ、はぁ、あ、5,6,7にするかーなーみたいな。7,8,9にするかなーみたいな風で悩んでんのかな、私は今。え、ここに何にも出ない町なんちゃら。もう揃っている、これは。え？あれ？黄ばみが消えた。え、もしかしているやつだった今の。いるやつは黄ばんでくれてるのでは？もしや。わぁ、ちょっとピンとこないのしか来ない。
みんな、俺はこれでいいのか？さっき多分もう一周回った結果一番いいやつが勝ったんだよね、きっと。妻。え？ツモ？え？あれがツモ？ 3、4、5。あ、3つずつなんだ。ちょっと待って、覚えてきたかもしんない。3、4、5の、1、2、3、4、5、5、6、7の、2、2、あそこ関係ないのかな？ 3、4、5の、2、2は関係なく、3、4、5の、6、7。もしかしてあれ8なのかな？え、でも8個並んでるやつあるよね。いいなぁ。私もなんか言いながら、なんかって言いたいなぁ。あ、なるほど。ドラ、あ？きっと、この、面前つもとか、便符みたいなやつとかが、この、こう揃ってるよっていうことなんだ、きっと。え、でもドラ3。あれがドラ？ドラー。きっと何かあるんだ、あれに。あ、強かったからみんなから取ったってことかな。強かったからみんなから金を巻き上げたってことかな。やばい、分かってきたかもしれん。俺、コツが分かったかもしれんな。やったことないって言いつつ、私ポケモンドンジャラはやったことあるから、3つずつ揃えるのかもしれん。え？やばい。ここに来て何も捨てこなかったあいつがポン。ポン。じゃあ俺はチー。え？この場に出しちゃうのはどうなんだろう。場に出してしまってはみんなにバレてしまうのでは。不利なのでは？どうしようどうしよう。え、9個もある。やばい。9個もある。この漢字一文字の揃え方がよくわかんねえなぁ。わかんねえから場に出しちゃおう。あ、来た。3つで。ポン！ポン！とりあえず、揃えてみるか。待ってよ、待ち。いや、待ちパイみたいの出ない。私は今何を揃えればいいのか。一体、何が起こってるんだ。あ、でも2、3、4でできるかもしれん。ということ ?5 を捨ててみよう。そしたら3を待ってるよ表示が出るかもしれん。ポン。え、ポン。あ、俺の順番。え、待ってない。どういうこと？いらないってこと？おかしいなぁ。え、てかこれなんだ？西か。え？おかしいなぁ。でも6。やばい。このままじゃ、このままじゃいけない気がする。M。待ちパイみたいなの出てもらわないとわかんないよわかんないよ。あ、あれ？ 3来たけど。なんとも言わねえ。うんともすんとも。じゃ、これを捨ててみよう。え？天敗。え、ここで私が、さあ、ローンみたいな風にさ、え、それは自動でさすがにやってくれるか。あ、待ってよ。え？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 なんで、M は、あ、そういうこと？ん？ M の代わりに6をもらえばいいってことかな？この M にこの表示が出るということは。じゃあ M を捨てていいってこと？ G。え、そういうわけじゃない気がする、今のは。リーチ。あ、違う。きっと M と他のやつ3つを揃えるといいんだったんじゃない？ G！ G！で、2は捨てられない、なぜか。なぜだかはわからない。もう一回 M が来たらきっと真相がわかるはずなの。誰か M、M 捨てろ。ツモですか？なぜ？え？リーチ1、ドラ2。多分丸がいっぱいあるやつがドラなんちゃらの
あれなんだよ、きっと。リーチ、5678、メンゼンツも、でも、456、タンヤオチュー、なんか、全然場に捨ててないよなぁ。え？なんか、ポンするとダメなのかな？でも、76に欲しい。欲しい気はするんだけど。ポン？ポンなのかな？泣き確認オフ、オン。オフ、オン。オン。でもこれはなんか揃ってていい感じじゃない？どう？とにかく、三つずつ揃えてみようよの回、発足。南。一体何が？あ、M 来た。M はさ、何にでもなれるんだよ、きっと。何にでもなれる説あるな。2を捨てよう、そしたら。そしたら、東。チー。でもみんな、ポンダのチーだの言うよな、言うときは。456になるようにしてみるか、これ。チーだの、ポンダの。でももう7で揃ってる。2。M 残すか？これいる？ 2、待って。456の777は、下手したら強いんじゃない？わかんないけど。俺は知らんけどね。あ、もしかして人から取ってロンじゃない、ポンダのチーダのしてしまったやつはもう動かせないから、ここから、なんかすごい、すげえ役を狙おうとした時にもうできないってことかな？人から物をもらう代わりに。そういうこと？もうこれは固定で出しちゃうわよ、値ってことなのかな？3456、いや8、なんかになったら自動で、俺、ローンって言うかな？9？ やばい、誰か上がっちゃいそう。もう終わる。みんな上がらん。3456。もういいんじゃない？もうローンって出しちゃおうよ。何がロンなのか知らねえけど。でも、なんでここに待ちパイみたいなの出ないんだろう。2と4が並んでたら3待ってるよう状態にはならんのかな？間に入ることはない。M も今日は誰も待ってないし。みんな一体何が欲しいんだろう。私が止めている何かがみんなが欲しい説あるな。あ、待てよ。待ち牌、3、5。なんで？ 2、M が来たことによって待てることになったということか。で、4を捨てるってこと？多分2つ飛ばして、終わっちゃったってことか。M の使い方がなんとなく分かってきた気もします。今は誰も何もなかったってことね。で、今日は私から。2がある。これ1かもしかして。1、2、3、4。
なかなか難しいですね、今回は。この漢字一文字をうまく使いたい気はします。きっとこれ東西南北で揃えればいいんでしょう。私が思うに。あ、やべ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 。やべ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 。泣き確認オンオフ。え、黄色いのは何なんだろう。でも黄色いの持ってた方がなんかいい気がしてきたんだよね。1は揃ってるし。ここで捨てるべきはきっと9よ。きっとそうよ。3。1、2、3で揃えてみようぜ、そしたら。あ、揃ってるわ。ごめん。じゃあ、1、2、3で残して、中を3つ揃え、でも中なんかいっぱい出てる。もうないんじゃないか、中は。じゃあ、東西、南欲しい。あれ、南欲しいのにもらう選択肢出なかった。いらないの？え？なんだその棒、どっから出してきた？え？ちょっと、口の中から棒出てきた。あいつ。やりやがったな。多分、リーチって言った人間は、あと一個誰かが場に捨てた時点で、これ、オーレのってできるはず。知らねえけど。一体何が欲しいんだ？あいつ。基盤だ？西か？やはり。1、2。これ捨てちゃうか。一体何が？なんで無地のやつたまに。え？私が無地のやつを捨てたから？いや、無地は無地で、そういう柄ってこと？あ、しかも場に出た時点で終わりだったのか。マンガン。リーチが一個、イーペーコかな？今まで出てこなかったイーペーコ。いや、ドラガニだから多分これは、そういう問題ではなくて、組み合わせの数を示している？え、でも、334455の、44が揃ってて、え？一体何が？ちょっと、4位になっちゃったじゃん。やべえ、何もわかんなかった。ヒント見るか。親のメリット。親のメリット？上がった時の点数が 1.5 倍になります。上がるともう一度親になることができます。え、私が親だった時代が、え？フリッテン？自分が捨てたパイと同じパイを使ってローンして上がることはできません。え、そうなの？え？なるほど。私が親だった時あったんだ。テンパる、かっこ焦るの語源は麻雀のテンパイから。え、でもさ、マイレコード。え、でもさ、なんかすごい手応えのある勝負じゃなかった？なんか、この、麻雀ってよくわかんねえよ。麻雀始めようとすると、誰も教えてくれねえからやりたくねえよっていう人でも、いや、一回一人でもう誰にも何も聞かずこうやってやってみると、もしかしたら、掴めるものがあるかもしれません。なんかもう一回ちゃんとやったら、できそうな気もします。お疲れ様です。やってみてください。皆さんも勘で麻雀を。